野上久志は、任天堂のゲームクリエイター。同社のゲームソフト、動物の森シリーズと、スプラトゥーンシリーズのプロデューサーを務めている。京都府八幡市出身。子供の頃から漫画の模写などが好きで、後にドット絵制作にも興味を持つ。高校時代には3電子発売のディスクシステム用ソフト、ナゾラーランドシリーズで募集していたドット絵のコンテスト、ミスナゾラーコンテストに応募し、大賞を獲得する。京都府立八幡高等学校卒業後、大阪芸術大学へ進学。その後、ゲームの絵を描く仕事に就きたいと考え、在学当時に任天堂と電通が共同開催していた任天堂電通ゲームセミナーを受講し、チームで制作したゲームトライエンジェルで任天堂賞を受賞。大学卒業後、1994年に任天堂へ入社。当時の情報開発部に所属し、スーパーファミコン用ソフト、スーパーマリオヨッシーアイランドなどの作品にデザイナーとして参加。その後2001年発売の任天堂64用ソフト、動物の森でディレクターを務め、以降、同シリーズの制作に関わっている。自身がプロデューサーを務めるスプラトゥーンシリーズの公式ツイッター上や関連イベントでは、サングラスをかけ白衣を着用した姿の理科研究員として登場している。また、2016年11月2日にインターネット上で放送された飛び出せ動物の森ダイレクトでは、任天堂 3DS 用ソフト、飛び出せ動物の森アミーボに登場するキャラクター、パニエルに扮してゲーム内容を紹介した。ありがとうございます。